壮大な建築物ですね。ここが満潮特異点ですか。うん、ドランの遺跡の一つ。昔から私たちはここでアストリスを採掘していたの。これは文字か。満潮特異点における採掘の歴史とアリンドの鉱物分類ですか。過去の採掘作業で残されたものだね。全部ここに捨てられたみたい。満潮特異点の鉱物資源がなくなって以来、ここは研究所として使われていたの。それにしてもハースさんはどこへ行ってしまったんだろう。早く追いかけないと。ドランとシャダラの間にはジングゼンがあります。その上私たちと同様に暴風と遭遇しているというのに、ここまでたどり着くとは大したものです。うん、そうだね。俺はひどい損傷ですね。またハースの仕業か。イエン、ハース氏は恐竜ではありません。このような痕跡を残せるとは思いません。とにかく進んでみよう。キリした戦いだったから。イエン、大丈夫？ああ、問題ない。どうやらあれが揺れと壁の破損の原因らしいですね。素敵な形状と美麗な色彩。ああ、なんという美しさ。新たな通路を発見しました。行こう。そういえば、
敗退を持たないシャダラ人というのは新発見ではありませんか。ナオズウェーブ1012-176号の記録によると、極夜の環境で暮らすシャダラ人は誰もがそれぞれの敗退と共に生きているとのことです。ロイさんって本当にアリンドに詳しいね。地球とアリンドの間柄については B さんも噂程度に聞いたことがあるでしょう。うん、もちろん。でも私もハースさんみたいに他の生物を操れるシャダラ人は初めて見たよ。ハースさんはきっと特別な力を持っていると思うんだ。ここの地下構造は本当に複雑ですね。満潮特異点にある鉱物ってね、大昔は生命体だったっていう説があるの。潮が満ちて生命が生まれ、潮が引けば生命はアストリスに帰る。ここの構造ってそんなクオンの時を具現化したようなものなの。とても興味深い説ですね。楽しんでいるように見えます。すっきりした戦いだったから。ここは研究所の休憩室みたい。疲れたらここで休憩を取るのもいいかも。操作盤にライラキーがない。どこかへ持っていかれちゃったのかな。
鉱石を運搬するのに使う車両だよ。これがあれば向こうへ行けるね。またあの天体か。私たちがあの天体を見ているとき、あの天体もまた私たちを見ているんだよね。どういう意味だ？私が考えた言葉なんだけどね。私はここが好きだよ。楽しんでいるように見えます。すっきりした戦いだったから。ターゲットを録音しました。エントロピース発動準備。今だ、攻撃態勢なら、行くぞ。やれやれだ。
よ。完璧だね。楽しんでいるように見えます。すっきりした戦い。新たなエリアを発見しました。出口は水の下にあるようです。どうしますか？上へ行くことも可能です。ここのブロックキーを利用すれば高いところに登れるよ。Thank you.